皆さんこんにちは。私は小説家の工藤優作です。さて、私は以前このチャンネルでこのようなことを言いました。ところで、私はこれまで立体化の例がほとんどないんですが、公式さん、お願いしますよ。そうしたら私、なんとチョコエッグでフィギュアになることができました。公式さん、ありがとうございます。ま、チョコエッグのフィギュアだから当然小さいがね。ところで、この名探偵コナンのチョコエッグのシリーズ、一部を除いて等身の高いキャラクターはバストアップ、つまり胸像ということになっているんですが、チョコエッグのフィギュアで台座が茶色だと、チョコレートの沼に胸まで浸かっているように見えませんか？見えませんか？見えないか？はははは。